どうもかです。ということで今回は前回ですねトップ100の使用率キャラランキングというね、動画を出させていただいたんですけども、今回はですねトップ100の、キャラ別のね使用率メダルランキングをねやっていきたいと思います。まあ各キャラのね、メダル何が採用されているかっていうのをね、ランキング付けしたいと思いますので、ぜひね上位の方々が、どういうメダルを使っているのかっていうのをね参考に見ていきたいと思います。今回ですね昨日ちょうどねシーズン最終日だったということで、まあその時にね、トップ100の方のメダルをねちょいちょい見ていってですね、集計を取っていきましたということで、まずねキッドローからいきましょう。邪魔しに来たのか。格下のお前がいなくても俺一人で片付けられた。はい、ということでキッドローンね1位がね11名の方がはいこちらを使用しておりました。まあ安定に強いやつですね。カイドウ、カイドウキングということで、まあスキル位置をねひたすら短縮する、組み合わせになっております。まあダッシュした時にスキル位置 8% 短縮プラスカイドウキングでね攻撃食らうたびに 4% 短縮ということで、まあ非常に強い組み合わせですね。はい、ということで第2位は6名の方が使っていました安定のねカイドウ3種になりますね。まあシンプルに1位のメダルと違ってですね、まあロックス海賊団と四皇と船長のタグがつくということで、まあ攻撃を食らった時にね 4% 短縮するのが 2% になるんですけど、その代わり船長タグでねダッシュ速度も 6% アップしますし、まあ四皇でダメアップ 3% 乗っかる、あ元ロックス海賊団でダメカットも 3% 乗っかるということで、まあ1位と比較するとねタグ増えてダッシュ速度も多少上がるので、まあこちらの、採用率も非常に多いですね。まあただキングの方がまあ使用率が多い理由としてはおそらくまあ青カイドウのね固有がね地肌で与えるダメージアップなので、まあそこよりかはキングを採用しようっていう方がね多少多いのかもしれません。はい、第3位はね5名の方でした。ドレスローザのルフィ3種ということで、まあシンプルに与えるダメージモリモリプラス旗抜いたら 5% 回復でタグもね6種類全て3セットということで、まあ非常に強い、メダルになっております。はい、続いて第4位は4名の方ですね。マムマム式になります。はい、マムの組み合わせのゲッターメダルとしてはこれが最善だと思いますね。はい、ダッシュ速度が非常に、多く乗っかるプラス、まあ、敵倒した 5% 回復も乗っかるので、非常に優秀かなと思います。はい、続いて第5位がね2名いました。 3% 5% ルフィローということで、まあ 3% ダメカット、旗抜いた時 5% 回復プラスルフィローということでね、こちらね2名の方いらっしゃったんですけども、まあルフィローのところをね和の国系のルフィにしてもいいんじゃないかなとは個人的には思いますけど、まあこちらねはい使っている方がいました。はい、そしてその他ね1名の方が使っているのをね各種紹介したいと思います。はい、まずこのカイドウ、カイドウキングですね。これね1位のやつと何が違うかというと、まあディフェンダーのカイドウが乗っかっているっていうところですね。やはりキッドローにつけるにはねゲッターのカイドウの方がいいんじゃないかなとは思います。はい、でこちらがねカイドウ、カイドウジャックということで、まあこちらもまあ悪くはないかなと思います。 5% 回復乗っかる110系ということで、まあ全然ねいいんじゃないでしょうかこちらも。はい、続いてカイドウ、カイドウルフィですね。これもね結構いい組み合わせですね。まあやはりカイドウとかルフィのメダルがねどんだけ優秀かっていうのがね、うん、本当にわかるかなと思います。はい、続いてルフィ、ルフィ、ルフィということでね和の国のイベルフィ3種になりますね。まあこちらも非常にいいですね。ただまあ一ちゃん左のメダルがね、得意属性の敵に与えるダメージ 5% アップなので、まあそこがねまああんまり刺さらない部分もあるのかなとは思いつつも、やっぱ右のね和の国イベルフィ2種がねちょっと強すぎるんで、まあ非常にいい組み合わせかなと思います。はい、続いて和の国ルフィ2種と、カイドウになりますね。はい、続いてドフィ、バウンドマン、アカローということでね、まあこちらおそらくルーシーが持っていないのかな、真ん中おそらくルーシーにしたいと思うので、まあルーシーなかったらバウンドマンとかルフィロね、入れとくのは非常にいいと思います。はい、続いてマム、マム、カイドウということでね、まあこちらも非常に4項タグとかね、ロックス海賊団もつくので、まあいいメダルかなと。マムとねカイドウのメダルの相性がいいですね非常に。で、こちらもですねキッド、キッドロー、ローということで、まあイベントのローあれ確かクリティカルで短縮やったはずなんで、まあその辺がねどうなんでしょう、キッドの多段が、刺さるっていう読みでの、使用なのかなと、思います。まあダメカットも乗っかるので、まあこちらはね面白いメダルかなと思います。これが俺の最高地点だ。はい、続いて2冠になります。第1位は16名の方でカイドウ3種になりますね。まあこちら非常に多いですね。あっ
倒的というか、まあ安定ですね。まあキッドローの方でも出てきたと思うんですけど、やっぱこのメダルセットさえつけとけば、まあ何のキャラにでも合うのが、まあ今のね、3種系のメダルで一番群を抜いて強いメダルかなと思います。まあこれをね、ワンセット作っておくことにより、何のキャラでも正直これでいいやん感は、ありますね、最近。まあちゃんとダメカットが乗っかるっていうのがね、偉いかなと思います。はい、続いて第2位、8名の方がカイドウ、ハタハガシということでね、はい、カイドウ系統のグルグルの組み合わせになりますね。カイドウ、カイドウ、グルグルということで。まあグルグルがね、和の国なので、まあそこもちゃんとしっかり合うっていうところ。プラス、やはりね、ニカの場合はね、キッドローと対面することがね、多いので、やはりグルグル1枚入れてるだけで、まあ握ってきたキッドロー、特にね、握ることをひたすら考えてるキッドローなんかに対しては、まあこのメダルが1枚入ってるか入ってないかで、はい、非常にね、守れるのと守れないので差が出てくるので、これの採用も非常に多いですね。はい、続いて第3位が6名の方が作っていました、キンキンカイドウということでね、はい、こちらキッドローの方でも出てきましたが、キングキングカイドウ、はい。キッドローとの違いはですね、まあゲッターカイドウのとこがディフェンダーカイドウになっているというね、まあシンプルにニカがディフェンダーなんでっていうことなんですけど、ここの入れ替えはね、生じてますが、まあこの両端のね、カイドウとキングがどんだけ優秀かっていうことですね。まあディフェンダーカイドウとゲッターカイドウ入れ替えるだけでね、ゲッターにもディフェンダーにも最適なメダルになるというね、はい、非常に優秀なメダルになっています。はい、で同じく第3位6名になります、ダメカットの 8% ぐるぐるということで、まあ鬼ヶ島ルフィのねダメカ 5% プラス、まあイベルフィダメカ 3% で合わせて 8% でぐるぐるですね。まあさっきのカイドウカイドウぐるぐるのルフィパターンですね、ルフィルフィぐるぐるということで、やはりぐるぐるが優秀ですと。こっちの場合はね、麦わらの一味のタグも乗っかるし、まあシンプルにね、和の国も乗っかるので、まあスキル値スキルにともにね、20% 短縮っていうのがね、偉いかなと思います。はい、続いて第4位3名の方ですね、和の国ルフィ3種ということで、これも非常に強いですね。まあ先ほどのぐるぐるのところが旗抜いた時に 5% 回復に、切り替わるということで、まあこちらね、2か別にそこまで旗抜く場面ないんで、まあ3枚目、まあダッシュの 5% 回復がいるかと言われるとちょっとね、どうなんだろうっていうところもあるんですが、まあ非常にね、ドレスローザルフィと一緒でタグがね、6種類3セットなるので、まあ優秀な、メダルとなっております。はい、そしてその他ね、1名ずつが使用していた各種3枚をね、紹介していきたいと思います。まあカイドウカイドウクイーンで、キングカイドウフーズフーっていうパターンもありましたね。でウルティフーズフーササキというね、これね結構ワカレイリーとミドシャにつけると強いメダルなんですけど、まあこれをねつけてる方もいらっしゃいました。まあ吹っ飛ばして、まあひたすらねスキル位置を短縮するやつなんで、まあ無敵スキルを分回すっていう感じなんですかね。はい、そしてルフィルフィルフィということで、まあダッシュ回復 5% じゃなくて得意属性に当てるダメージ 5% のパターンの方になりますね、こちらは。で2回入れてる方もいらっしゃいましたね。これもね、まあ面白いかなと思います。でエネル3種のね、パターンもいましたね。まあこれの場合はね、旗負けてる時だけ硬いので、まあどうしてもね勝ってる時にねメダルの恩恵がないのがね、このメダルのね苦しいとこかなと思います。はい、そしてこんな方もいましたね、シャンクス3種ということで、まあロマンですね、かっこいいというところですね、これは。お前らの力見せてみろ。はい、続いてカイドウになりますね。まあ第1位は7名でゾウゾウキングですね。こちらぶっちぎりで多かったですね、カイドウの中では。まあやはり、リスポーン時の移動速度アップというね、魚人タグでの、優秀な部分と、まあ固有がね非常に噛み合っていて、 5% 回復、ダッシュ速度アップ、敵旗でね、スキルに短縮ということで、イベントメダルじゃないジャックのところがね、今来ているイベントジャックに変えてっていう組み合わせも今後流行りそうなので、まあ徐々にこのメダルの組み合わせ減っていく可能性もあります。まあカイドウねスキルに強いんで、まあ、このジャックのままでもいいかなとは思うんですけど、まあ逆にねキングとかだったらね、ダッシュ速度に振り切った方がいい場面もあると思うんで、イベントジャック、イベントジャックキングっていうのね今後流行るんじゃないでしょうか。はい、第2位は3名でゾウゾウクイーンですね。はい、ゾウゾウクイーンということで、さっきのキングのところがねクイーンになってますと。まあこちらもねしっかりタグも組み合わさるので悪くないんじゃないでしょうか。まあやはりねカイドウはジャックをベースとしたメダルの組み合わせが多いのかなと、思います。やはり特性にねリスポンジ移動速度アップがあるので、それをメダルでねさらに、上乗せするっていうのがね、まあ、前線復帰のね速さをねより速くするということで、非常にね採用率が高いんじゃないかなと思います。はい、第3位ですね、2名の方カイドウ3種ですね。はい、もうカイドウ3種また出てくる、もう全部カイドウ3種でええやんというね、パターンですねこれ。はい、で同じく第3位がねハンコ3種ですと。まあ安定型ですね、こちらも非常に多いメダルとなってます。まあ最近
ねカイドウ3種が増えてきたことにより、まあ、採用率はね徐々に減ってきているかなとは思うんですけど、安定で強いですと。はい、そして第3位同じくですね、ドレスローザのねゲッターメダル3種になりますね。アカロー、ドフィー、ルーシーということで、こちらもね非常にダッシュに振り切って 5% 回復もあるし、タグもしっかりと合うのでね、昔からね流行ってるメダルになりますと。まあ、正直ね最近110系のメダルが増えすぎて、まあ、減ってできているかなとは思うんですが、未だに強い組み合わせになりますね。はい、そしてカイドウですね、その他1名ずつ使っているのをね各種紹介したいと思います。はい、まずキングジャックキングということで、まあこちらもね非常にタグも合いますし強いと思います。でこんなのもいましたね、ドフィーカイドウカイドウということで、ドフィーのとこをなんとかして何かに変えたいですね。110系の何かにね変えたい感はありますと。はい、こちらね、マムマムミラミラということで、まあ 5% 回復ダッシュ速度アップで、南が確かジャス回でスキル1短縮かな。なのでまあジャストってスキル1をね短縮する、自信家の、持ち主なのかなと思います。まあマーム系もねやはりタグがね強いし、シャーロット系のメダルもね優秀なものが多いので、まあ組み合わせとしては強いかなと。なんでまあメダルを総じて言うと、まあやっぱルフィ系、マーム系、カイドウ系のこの3種類に分かれるんじゃないかなと基本的には思います。はい、続いて同じくマムマム式ですね。はい、もうこちらも安定のダッシュ速度に振り切った、メダルの構成となっております。はい、そしてこちらですね、ルフィローバウンドマンイベローということで、まあイベントローはね KO 時ねスキル2 8% 短縮なので、まあスキル2が強いキャラに、とりあえずつけたら強いですよねっていうところなんですけど、まあカイドねスキル2強いんで、非常に合う組み合わせかなと思います。はい、でこちらドフィーアカロー、イベローっていう組み合わせも、はい、いましたね。で、スネークマンルフィローバウンドマン、まあここはスネちょっと変えたいかなとは思いますね。はい、バウンドマンイベルフィー3000万ということで、まあ結構スキル2短縮に重きを置いてる人もいるんかな。イベローの代わりに3000万、まあこういう一緒なんでね、まあどっちをつけるかっていうのは確かにね選択肢としてあるかなと思います。アカロー、ドフィー、ルフィローということで、まあおそらくルフィローのとこがねルシーに持ってないからなのかなとは思うんですけど、この組み合わせもありますと。で、夢ルフィ、頂上ルフィ、スネークマンということで、こちらはちょっとよくわからないですけども、まあ非常にね、まあ、ルフィっていうだけでタグが合うので、いいんじゃないかなと思います。バギー、アカロー、ドフィーですね。はい、こちらもまあバギーね、優秀なメダルなので、まあたまにつけている方がいるかなと思います。まあ考えるとアカロートドフィーもね非常に採用率が高いなと思いますね。はい、続いてルフィローバウンドマンで、5% 回復の、ルフィということで、まあ 5% 回復のあのワノ国のイベントルフィが強いね。まあこちらはね完全にルーシー持ってないので、あっこワノ国のルフィをルーシーの代用として入れているっていう形になるかなと思います。で、年後ルフィバウンドマン、頂上ルフィということで、まあルフィはね非常に3枚集めればとりあえず強いということで、こういうねルフィ持ってる方はねルフィに組み合わせするのもいいんじゃないでしょうか。お前を処刑する。はい、続いてキングいきましょう。キング第1位は4名の方、ゾウゾウキングですね。まあこちらもカイドウと同じくですかね、カイドウの1位も同じ、組み合わせだったかと思います。やはり前線復帰が、ゲッターの命ということで、まあ非常に、強い組み合わせになっていますと。まあキングに関してもね敵旗でヨルケ無効なので、まあジャックの、固有も合いますし、イベントジャックの 5% 回復ダッシュ速度アップのキングということで、非常にねゲッターのためのメダルの組み合わせとなっていますと。まあこれさえ作ればねカイドウにもキングにも合いますよっていうのがね、いいところですね。はい、続いてキングジャックジャックですね。はい、こちら新しく今回イベントジャックが来たことによってで、まあ、この組み合わせが最善の可能性もあるかなというふうに思います。まあ、敵旗でスキル2短縮速度アップのジャックの固有が、シンプルにダッシュ速度ね60秒以下になった時に上がるっていうね、まあ、ゲッターからしたらね今回のイベントジャック非常に、ぶっ壊れメダルかなと正直思います。なのでこの組み合わせはねもう最善択の可能性はねあるかなと個人的には思います。はい、第3位はカイドウキングキングということでね、まあ、安定のカイドウキングパターンのやつですね。まあ、ゲッターの分ね、カイドウのとこをキングに変えているっていう感じになります。はい、続いて第3位同じくね、カイドウのとこをジャックに入れ替えまして、採用されているパターンですね。まあ大看板もねつくのでタグとしてはね非常に優秀かなと思います。はい、続いて第3位2名の方でね、ドフィー、ローローということで、まあこちらもねやっぱ赤ロー赤ドフィーのねこのね2枚のコンボがねやはりね優秀なのかなと思います。はい、その他ね、各種1名のやつを紹介していきたいと思います。イベジャック、ジャック、キングということで、こちらもはい強いと思います。で、ジャック、キング、ジャックというこのイベントのジャックをね2枚積みして 10% 回復で、まあ、タグを捨ててのパターンですね。こちらもまあ非常に面白い。
まあ、ただ選択肢としてはね2番手かなと思います。まあ、ルーシーメダル持ってる人はねルーシーと、まあ、ワノ国のルフィ2枚で、10% 回復、狙えるので、まあ、タグを捨てずにねそっちの方が狙えるので、まあ、ルーシーを持ってない場合はこうせざるを得ないのかなというふうに思います。でジャックキングカイドウ、はい、こちらもイベント採用なしのね、組み合わせで、強いメダルというかゲッターに振り切ってる、110の組み合わせになるかなと、まあ、特にイベントない人はね、こちらの組み合わせ非常におすすめです。まあ、ただ今はねイベントのジャックが来ているのでね、まあ、ここに、イベントジャックを追加してジャックキングジャックにしたいよねっていうところは正直あるかなと思います。はい、そして安定のあの2体の組み合わせプラスキングですね。で安定の2体プラスシキで安定の2体プラスルーシーとまあやはりね桜花七武海タグもつくしドレスローザもつくっていうところでこの2枚はね優秀ですね。はい、でこちらはねルーシールフィロー、ドフィーということで、まあルフィローのところをねアカローに変えたいかなっていうところはあるんですけどもやはり強いですと。でローローバギですね、こちらカイドウの方でもございました。まあこの組み合わせもね、優秀ですね。ヘブンリーバンバン。はい、続いてオリンなんですけどもうここからはねもうキャラ自体が採用されてる率が低いんで非常に少ない人数の方々になるのでまあ、パッと紹介していくんですけどもまあオリンね3名の方、カイドウ3種使っておりました。まあ、やはりねオリン回復不能短縮つけたいんでまあゲッターのカイドウメダルが欲しいと。じゃああと2枚何するってなったらカイドウキングかカイドウにするっていうタクなんでまあ非常にねダメカット 10% も乗っかるということでこれがねめちゃめちゃ強いですね。はい、続いて第2位はね2名の方が使っておられましたオリンマムスムージーということでまあ、はい、こちらね完全に燃焼特化となっております。まあスムージーがね燃焼状態にするたびに 3% 回復プラス、まあ、オリンはね燃焼状態の時からダメカット 5% なんでもう燃焼入るキャラに対しては非常に強い組み合わせかなと思います。ただまあ最近の環境ね燃焼入らないキャラというか状態異常無効系のキャラがね、多少いるのでまあ特にねローとかが対面で不利なんですけどもまあやはりねロー状態異常無効なんでこのメダルの、2枚の固有の特性がね死んじゃうかなっていうのは正直あるんでまあ状態異常環境が来たらまあさらに刺さるメダルかなと思います。はい、続いて各種ね、紹介していきたいと思います。カイドウキングカイドウと安定のね、組み合わせになっております。はい、続いてこちらカイドウヘラですね。まあヘラの固有がね非常に優秀でまあ 80% 以上の時ねスキル1と受けるダメージカットっていうことで、まあ固有が強い分タグが全くありませんよっていうパターンなのでねまあ非常に、このカイドウと組み合わせるなら正直マムマムヘラとかにしたいところではあるんですけども非常に優秀かなと思います。相手にならないな。はい、続いてミドリシャンクスになります。まあミドリシャンクスなぜかこのメダルの組み合わせ多かったですね。ドレスローザのルフィ2枚プラス3000マルフィでスキル2を短縮していくというね、この組み合わせですね、この組み合わせもね非常に優秀だと思います。はい、でその他なんですけどもルフィローバンドマン頂上ルフィだったり3000万スネークマンルフィローということでまあなんかシャンクスに関してはねルフィ系統を使っている方が非常に多かったですね。まあ確かに火力に振りたいところはあるのでルフィ3種でいいかなとは思います。はい、続いてもうこっからはですねまあ各種、紹介していきたいと思います。被っているメダルの方がいませんでしたのでまあ一枚一枚ねパッと見ていきます。エンマゾロに関してはですねはいルフィローバウンドマン、ワノ国ルフィということでまあダメカット乗せつつまあタグもねしっかりつけつつっていう形ですね。で、ワノ国ルフィのところね得意属性のこのメダルはい非常にゾロに、一番刺さるあのねワノ国のイベルフィということでまあこちらの組み合わせいいんじゃないでしょうか。まあ正直ねワノ国のイベントルフィでね、タグ揃えたいところではあるかなと思います。まあ、持ってるならっていう話にはなってくるんですけども。はい、そしてルフィバウンドマン3000万ルフィでスキル2短縮ですね。で鬼ヶ島ルフィ太郎、得意属性、与えるダメージ 5% のルフィということでこの組み合わせが結構最善か、まあ、もしくはね太郎のところあのイベントのね 3% ダメカットのルフィに変えるのありかなと思います。はい、でこちらがね、5% ダッシュのルフィプラス得意属性とルフィ太郎って感じですね。まあ、できればね 5% 回復のルフィはいらないかなということで、ここちょっと変えたいところですね。はい、続いて安定のハンコ3種。はい、続いて、佐々木フーズフーイベントキングということで、まあ、こちらに関してはどうなんですかね。まあ、佐々木がジャスト回避でスキル短縮、フーズフーはスキル1使ったスキル2で、キングが食らうたびになんで佐々木と、イベントキングがまあ対立してるかなとは思うんですけどジャストを食らうで、まあ、なんでどっちかには振りたいかな感はありますね。はい、続いてクイーンになります。クイーン、はい、マムマム式で安定のゲッターメダルつけてる方おられました。
はい、でカイドウフーズフーもいましたね。はい、スキル2を短縮ということで、まあクイーン正直スキル1短縮の方がいいかなとは思うので、まあフーズフーよりかはまあ他のメダルの方がいいかなとは思います。はい、続いてドレスローザ3種安定のやつですね。はい、いいと思います。はい、続いてアルベルになります。はい、カイドウということで最近来た新イベカイドウですね。はい、敵倒したらスキル1短縮と、自旗ダメアッププラスカイドウ、まあこれも強いですね。まあアルベルどこにね重きを置くかってところだと思うんですけども、まあ非常にねタグが優秀だと思います。はい、続いてカイドウキングですね。はい、食らうたびに 4% 短縮プラス、敵 KO、スキル1ね、短縮ということで、まあこっちも強いな、こっちも強いですね。はい、で続いてルフィローバンドマンルーシー、まあルーシーがちょっと死んでる組み合わせにはなるかなと思います。でハンコ3種ということで、まあ個人的にはねアルベルの話をしておくと、まあ、正直スキル1短縮かダメアップに振り切るかの2択かなと思います。まあ、ステータスはね火力ガンブリが1択なので、まあ、そこをどうするかかなっていう感じですね。カイドウキング系にするのか、まあ、ルフィ系でダメアップモリモリでいくのかの2択かなと、個人的には思ってます。ということで、これでね全部のメダル、紹介し終わりました。まあ、今後ね自分のおすすめの最適メダルのやつねもう一回やろうかなと思っているので、この情報も踏まえてね、最適なメダル全キャラ後ほどね、ご紹介したいと思いますので、よかったら楽しみに待っててください。ということで今回はありがとうございました。ではまた。